ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車種紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がAudi R8 2016年式 18,000 キロ、こちらの車両になります。実はこちらの車両、以前オートサロンにそうです出店させていただいた、元ショーカーということでその時ってでもこれ、外装これじゃなかったんですよね。なんとグリーン、フルラップして全く違う色だったんですけど、それを一昨年、その前ですかね、2年3年前、3年前かな、オートサロンに出店させていただいた車両ということで、それからまあ車両販売させていただいたりして、今回縁があって戻ってきた車両ということで、もう元消化コンディションというか消化仕上げの車ですから、もう自信を持ってお勧めできる一台じゃないかなと思います。そして R8、この方から V10 だけになってるんですよね。そうです。先代だと V8 の設定もありましたけど、そうなんですね、この方から V10 だけの設定ということで、重要な部分とすると、プラスかプラスじゃないか、そうです、こちらの車はプラスじゃない方の、そうですね、メルセデスでいうとこの 63S みたいな、そういうことですよね、M コンペティションみたいな。もう十分この状態で普通じゃないですけど、さらにこうパワーアップしたやつがプラスということで、もともとのスペックが高いんで、ちょっとその辺求める部分によって違ってくると思うんですけど、これでも十分走りを十分以上ですね。そうです。じゃあ早速外装の方からチェックしていきたいんですけど、今回ちょっと元ショーカーということでカスタムポイントかなり多いんで、ちょっと鑑定の方を用意させていただいて、でまず前回りでいくと、これデモカーのコンセプトが一応ロティフォームと、あとカプリスト、ドイツの、マフラーメーカー、マフラーメーカーなんですけど、マフラー以外も作ってるんですよね、そうですね、エアロパーツなんかも作ってるんで、それのデモカーということで制作させていただいた車になります。というわけで今回このリップがカプリストのリップがついてると。でこれがまたちょっとデザイン複雑で2段になってて、だいぶいい感じじゃないですか。かっこいいですよね、いい感じです。ちょっと珍しい感じですよ。また車高が低い、ただこれ以前お乗りになったオーナーさんもこのまま乗られてたということで、全然普通、ちょっと気をつけていただければ普段乗りできちゃう、いわば実績を積んでる車ですからね。調整もできますから、調整できますんで、このままでいいよっていう場合で、でも低すぎませんか。そうですね、もう1台車がないとちょっと困っちゃいますね。ちょっとね、結構慣れてる方じゃないと、一応下これスリプロが確かついてましたね。そうなんですね、要はぶつけても先にぶつかる硬いゴム製のパーツが貼ってあるんで、一応貼ってありますので、なんでリップはあんまり直接的にガサガサになってるっていう感じではないんですけど、若干ありますけどね。ただ見える部分は割れちゃってないんで、そうですね、まだまだコンディションはいいかなと。あとは結構こういうエアロパーツってこう何ですか、表面だけ、裏側触るともう何もないやつがあるじゃないですか。ありますね。これちゃんと袋になってて、そうですね、剛性もしっかりある感じの。で僕は実はカプリストの工場、去年、一昨年行かせていただいたんですよ。で実際そのデザインしてる事務所とか、カーボンの張り込みやってる女性の方のその実際の作業を見たりとか、あとこの製品を焼いてるその窯も実物見てきたんですけど、もうすごいです。もう本当に車1台って言ったらちょっと大げさですけど、もう本当に大型のエアロパーツがそのままこう入る。もう多分何千万円とかする窯じゃないですかね、そこにこう全部パーツ並べて入れてっていう、なんでもうクオリティも、多分もうレーシングカーとかそっちの部品が供給できるぐらいの設備のところで作ってるんで、もう物は間違いないんじゃない、安心ですね。であとは前回りのこのグリルのこの辺なんかが、そうですね、フレームとあとこれ中もかな、そうですね、あとこの辺なんかもそうです。だいぶこうツヤ感がアップして高級感が、もともとザラザラっすよね。そうですですよね、樹脂の状態になってますね。ツヤのない塗ってあるだけでだいぶ違ってくるんじゃないかなと思われます。あと気になるオプションの部分でいうと、R8ってあんまりオプションないんですよね。もともとのオプション設定が少ないですね、お車的に。もう車がもういわばアウディの頂点の車、走りの頂点の車ですから、基本的にはもう走りに関するオプションはほぼない。あとは内装のちょっと色がどうとかとか、そういうことですよね。あとはシートがどうとか、あとはまあちょっと大きい部分で言うと、レーザービームのレーザー LED かヘッドライトか否かっていうところなんですけど、こちらは通常のタイプで、そうですね、はい、こんな感じになっております。そして早速横に回っていきましょうか。はい、足元の方がロティフォーム BUCM、うん、でこれフロントが20インチ、この後紹介しますけど、はい、リアが21インチ、そうです。これもう完全スーパースポーツの履き方、はい、はい、教科書通りじゃないですか。もう当然定番というか、もう間違いないです。そして2年前ですか、はい、大津さん2年3年前か、うん、展示させていただいた車両ですが、全く色あせてないという、素晴らしいですね、はい、はい、もう今見てもやっぱりこう新鮮に感じちゃうぐらいの、うん、だってこれすごくないですか、このデザインをこのロティフォーム。そうなのだから、多分当時はみんながそれってこのデザインってありなのっていう、なんとなくこうおやおやっていう感じはあったんですけど、今になると、はい、さすがだなっていう。メルセデスとかでも最近 MG ここ厚く取るの、ここ 1,2 年こう急に車種増えたじゃないですか。それをもう実際このフォイル作ったらもう何年も前ですからね。そうですね、はい、そこで作ってくるっていうのは結構すごいなって、うん、なんかこうヴィンテージ感と新しいデザインとうまく融合されてる、融合してますよね、はい、そしてこの BUCM っていうのが、 M がモータースポーツの M らしいんで、はい、うん、まあ本当にレーシング直系のこの流れをイメージしたデザインみたいです。そしてフィニッシュが、はい、今回これ僕さっき仕上げの作業を見てびっくりしたんですけど、はい、なんとノークリアっていうことで、そうですね、はい、はい、普通ピカピカのホイール数々名古屋店でも装着させていただいてますけども、はい、上にクリア塗るじゃないですか、うん、はい、で要はまあ手入れが簡単になると、まあ、直でこう金属に、はい、まあ腐食が及ばないんで長持ちするっていうことなんですけど、今回このいわば裸の状態なんで、そうですね、はい、はい、これは使っていくとくすんでくるわけですよね。はい、もちろん、はい、そうなってますね。なんでも手入れができるというべきか、はい、はい、必要というべきかちょっとわかんないですけど、はい、はい、ただ磨くと半端ないですね。ねえ、そうなんですよ。やっぱりクリア塗っちゃうとワントーン輝きが落ちちゃうというか、はい、はい、やっぱそうですよね。なるんですけど、もうこのポリッシュのもう光り方がやっぱりクリア塗ったのと塗ってないのと、もう全然違います。圧倒的にこの裸の状態の方が金属感がやっぱり出るなっていうのをちょっと、うん、今日再確認しました。はい、多分磨くの大変なんで、いやでも楽しかったりしますね。そうですね、結構磨くの好きな方なんかも多分いらっしゃると思いますので、そういう方にはもうたまらないんじゃないですか。はい、はい、うん、でもこれはまあまあゆくゆくやりようもありますしね。そうです、はい、はい、まあ塗ったりだとか、そうです、そうです。このままっていうわけじゃないので、はい、スモークのクリアかけたりとかっていうのもできると思いますので、はい、まあまあ一つこの状態になってますけれども、まあ一応手を加えてもいいんじゃないかなと。はい。そしてあとはキャリパーの方が、はい、黄緑色というべきか、蛍光グリーンというべきか、そうです。はい、はい。ちょっとかなり強烈な色の差し色ですけれども、そうですね。もともとボディのさっき言ったラッピングの色がこの色だったんで、そうなんですよね。そうなんですよ。当時消火はすごい衝撃でしたよね。そうですね。R8 がこの色でちょっと多分インサートで多分入ってると思いますけど、はい、はい、でそれの名残がちょっとある感じですね。そうですね。これはこれでまあ差し色としていい感じで残ってるのかなって思いますけどね。はい、ちょっと黄緑なんで、うん、ちょっと好みは分かれるかもしれないですけど。そうですね。でもこれはお好みによって、そうですね、はい、はい、なんとでもできますので、まあキャリペンもご希望でしたら、はい、することできますので、まあ一応今回の場合はこの黄緑色で塗って、まあ R8 ロゴが、はい、復元されてるって感じになります。でやっぱりもうブレーキなんかもこのウェーブローターの、はい、しっかりしたものがついてきますから、うん、まあ走りはもう間違いないんじゃないか、ね、間違いないです。もうこの車僕ちょっと動画撮る前に、はい、ライバルっていうか検討するのどこなのかなと思ったんですよ。はい、皆さんが、はい、結構車買う時って、うん、いやこれとこれどうなんだろうとか考えるじゃないですか、うん、この R8 ってなくないですか。だからその広い目線で見て、例えば1500万円から2000万円の、うん、まあスポーツカーっていう視点でいけば結構な車種あるじゃないですか。まあそうですね。ただこのスタイリング、はい、この価格、うん、4駆って、うん、なんか V10 ってなってくると、うん、ほぼライバルがいないミッドシップでね、はい、もちろんまあまあ考えると、まあ、強引なんですけどガヤルドとかね、でもやっぱりこう年式にずれが生じるたりするので、同じ内容で同じこう土俵でこうライバルってされる車って少ないですね、うん、ちょっと特に内装なんかはかなりその辺が如実に出てると思いますので、この後ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、あとはそのカーボンのミラーにもなってたりとかして、これは純正ですかね。でないかな。純正ですね。あ、純正ですか。はい、はい、でドアミラーのベースも黒く塗ってるってことで、はい、そうです、はい、やっぱり元ショーカー抜かりないですね。そうですね、もう徹底的にペイントで仕上げてあるという、はい、うん、であとはもう車高もともとめちゃめちゃ低いんですけど、はい、前高の方が1240しかない、うん、はい、それが最後ダウンされて、そうです、多分1200ぐらいしかないと思います。天井がこう洗車しやすいっていう、はいはい、そのぐらいの車高になっております。うん、まあこれも一応足回りの方が、カーベの HAS、はい、そうです。純正車高調をそのまま車高調化するキットでローダウンされてますんで、はい、まあこの辺調整はお好みで、はい、まあ純正車高までいけるんですかね。目いっぱい上げれば、いや純正の目いっぱい上げても純正車高より若干低い感じですかね、多分、うん、まあある程度この状態よりか上げられると思います、はい、その辺もご相談いただけるといいんじゃないかと。で純正車高調を車高調化してますんで、うん、そのままマグネティックライトでしたっけ、うん、そのままご使用いただけると、はい、はい、であとは横スタイリング的にはこう黒以外の車だとこの辺の色違いが目立ったりしますけれども、そうですね、はい、今回の車はこれボディ同色ですね。はい、同色です。でこちらの球根の部分だけ、はい、これがグロスのブラックになってます。そうですね。でこれ僕ずっと謎だったんですよ、このカーボンよくなってるじゃないですか。なってます。なんでここだけこうデザイン的にカーボンにしたのかなと思ったら、フレームがこの辺ごっそりカーボンが多用されてるんですよね。なるほど。要はなんかもうちょっと特殊なフレーム形状してるんですよね。アウディスペースフレームでしたっけ、はい、AFS、はい、でなんかそのアルミとカーボンと、まああとその他素材をいろいろ適材適所に組み合わせて、うん、でどこにどんだけカーボン使ってるのかなと思って、はい、その断面図みたいの、うん、ネットに出てたんで見たんですけど、はい、この背面こことあとセンターのトンネルのこの辺まで、うん、カーボンがかぶせてあるのかカーボンになってるのか、この辺が一体多分カーボンですよ、はい、その辺のイメージでこう出てきてるのかなっていう、勝手に僕は解釈しました。なるほど。はい。この回はこの全部同色になってますんで、非常にまとまりがある車外になってます。はい、そしてあとリアも、はい、このと同様のただ21インチになってるんで、そうですね。まあ1インチ大きくなってて、コンケーブがこれまた、いやいやいいですよね。そしてこのフェンダーの近さがまたこれをなかなか車両紹介で紹介する車屋さんも我ながらないなと思って、カスタムカー紹介じゃないですからね。そうです、販売車両の紹介でもう本当に指が入らないぐらいの絶妙なビップカーもびっくりの何度も言いますけど、これは調整できますんで言っていただければいいんじゃないかなと。はい、大丈夫です。リア周りもかなり手が加えられて、一応リアのバンパーダクトグリル、あとリアディフューザー、マフラーエンド、その辺が全部ペイントされているということで、そうです。後ろももう本当につやつや真っ黒ですね。はい。マフラー塗ってるのがまたかなり引いてますよね。あとエンジンフード周り樹脂部もなんか塗ってあるってことなんですけど。そうですそうです。この辺ってことですか。はい。こことあとこの辺ですね。あ、なるほど、その隙間も、はい、通知に気がつかないのか気がついて飛ばしちゃったのかわかんないですけど、ここも塗ってますから。あ、その中も塗ってるんですか。後でカメラマンさん映しておいてください。せっかくなんで。いやもうザラザラの樹脂部がもう全部ないんですね。全部ないです。もう一体感がありすぎて、どこまで塗ったのかわかんなくなっちゃいますよね。わからないです。はい。これ純正でしたっけみたいな。そうなんですよ。これは樹脂部の部分をグロスブラックに塗って仕上げているんで。でこれ今回車両紹介ですけれども、はい、R8 とかもしくは他の車種乗られている方、はい、かなりこうカスタマイズの参考にもなると思いますしね。ボンドグループの中ではこういった樹脂部分をグロスブラックにするとかっていうのは通知よくしてると思いますけど、定番でやらせていただいてますんでね、全然こうなんていうんですか、グレードが1段も2段も上がるようなイメージがあります。確かに、はい、ちょっと高級感がアップする。全然違いますね。あと手入れも楽になるんですよね。おっしゃる通り、うん、ザラザラだとどうしてもこうしらっちゃけてきちゃったりだとか。そうなんですよ、甘じみがねすごいついちゃうんで、まあ、その辺の手入れがしやすくなる。はい。あとは、今回の車カプリストといえばマフラーです。マフラーですね。はい、はい、今回の車、カプリストのマフラーがしっかり装着されていると、うん、でカプリストってあれなんですよね、ランボのウラカンの、うん、レース仕様にも純正供給してるんですよね。そう、よく見るとカプリストっていうステッカー貼ったって、カプリストのマフラーがついてたりとか。で今回の車なんとこの網からちらっと見えるという、うん、はい、いいですね、いい感じに焼けてるという、はい、なんかやらしい感じでいいですね、ちらっと見えて、はい、で一応これ E マークもついてますので、はいはい、今回ご紹介させていただいております。でこれちょっと気になる音に関しては、はい、最後確認してみたいと思います。そうですね、はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。でこのドアノブがあ、ここですよね、はい、はい、そしてこんな感じで、うん、内装ちょっと以前も裏店で、後期の R8 ですけども、うん、撮らせていただいて、はい、もしかしたら同じこと言ってるかもしれないですけど、うん、いい意味でですよ、うん、普通です。普通ですね、はい、なんですかね、こう本来だったら、うん、スーパースポーツ、このシルエットの車って、うん、ものすごく奇抜なものを想像するじゃないですか。ある意味とんがってたりね。そうなんですよ、うん、それがなんかこう本当に他のアウディのクーペモデルにつながる内装のデザイン、もうなんかめちゃめちゃもう絶対乗りやすいなっていうのが見て取れる。さすがアウディだよね。こうデザインにとんがるんじゃなくて使い勝手優先みたいな。そうですね、はい、そしてシートは標準でこのスポーツシート、はい、はい、でこれプラスになるとちょっとダイヤモンドステッチのになったりとか、そうですね、はい、オプションであったりとか、はい、はい、ちょっとその辺なんかの違いもありますけど、この辺もなんか、うん、こうジェントルな感じというか、はい、なんかスーパースポーツっていうのも GT系な雰囲気が漂いながら、でもこう側はスーパーカー、ね、本当にだからこう市販車からこうどんどんすごくなっていった感じ、うん、レースからこう降りてきた感じじゃなくて、そうですね、はい、ただ使われてるものは結構こうレーシングと、うん、何%でしたっけ、かなり共通のものが使われてて、ああそうなんですか、レース直系のなんか車の設計みたいですね。なるほど。あとドアなんかを見ていきましょうか。で今回の車はこれ内装のカーボン各所がオプションですかね、はい、そうです、はい、はい、マットのこのエアコンの吹き出しになってたりとか、うん、あと中見ていくと、ステアリングだったりとかその他もろもろもこのマットカーボンの、はいはい、ものになってたり、かっこいいですね。であと全体的にいくと一応この辺はレザーではないですよね、多分これは違うと思いますね、ビニール的な、はい、はい、でステッチが入ってて、うん、で一応ここら辺がレザーですかね、はい、うん、はい、だからこれもなんかこう色入れちゃうとか、うん、コントラストステッチにすらしないという、はい、もしかしたら設定あるかもしれないですけど、うん、なんかこのぐらいの真面目な、うん、もう本当だったらもっととんがってどうやってやっていいところをこれだけ真面目に作ってくるって、うん、ちょっと他にかぶるところがないなっていう。そうですね、はい、だからアウディに関して言うとなんとなく限定車とか特別乗車じゃないとなんかその辺が派手になってこないというイメージはありますけどね、うん、そしてもうスイッチなんかももうおなじみのってことですよね。もうおなじみの、はい、だから本当にRS モデルとか言ったらもうベースの、うん、はい、A、Q、はい、はい、その辺なんかのこう頂点なんだなっていうのがもう本当にインテリアのデザインとかそういうのから見て取れる。本当そうですね、はい、はい、じゃあ乗ってみたいと思います。低いです。低いですね、はい、初見で見ると床と地面の高さ一緒じゃないかっていう思うぐらい低いです。本当ですね、はい、はい、そして乗り込むと割と開口部は大きいんで、はい、乗り込みづらくはないですですね。それは感じますね、はい、やっぱりね、うん、そしてシートは、一応調整が割と細かくできますね。はい、できます、はい、うん、通常の、ハイトアジャストとかこうリグライニング、ナンバーサポート、はい、背中と、はい、あとこの前のこのとんがりのところがここ、うん、ここを締め上げてるんですね、うん、あと背中のここの締め上げ、はい、だから本当にセミバケぐらいこうしっかりしますね。ガチガチにそう、はい、押さえてくれます。いけちゃう、はい、そして全部開放すると、はい、かなりゆったりにもなる。そうですね。でシート全体的にはお尻は少し沈み込みますけど、うん、クッションとこのレザー両方とも割としっかりしてる感じ、うん、うん、印象があります、はい、なので本当にスポーツシートっていう感じですね、うん、ただあんまりシーラではしないです。そうですね、もうちょっとこうホールドしてもいいかな、タイトめでもいいかな。でもなんか車の方向性からいくとこれでなんか正解の気がしないとこないですよね、うん、なんかそうですね、はい、なんか涼しい顔して言ったらこうスーツで乗れるスーパースポーツみたいなはい、はい、もっと言っていいですか、はい、これ語弊があるかもしれないですけど毎日乗れるスーパーカーみたいな、そんな感じしますね、はい、すごくなんかそんな感じですね。だからちょっと被ってるかどうかわからないですけど、うん、NSX となんかそうですああ、そうかもしれないね。特に初代の NSX って、なんかその毎日乗れるスーパーカーみたいな。そうです。はい。オートマだったぐらいですもんね。そうです。ガチャガチャの。はい。はい。普通車から乗り換えられるみたいな。はい。なんかちょっとグローブが似合わないというか。そうですね。確かに。スーツで乗れる。そう。だから逆に言うとこう、なんていうの、リラックスして乗れるっていうのかな、なんていうんだろうね。そんな感じを受けました。そうですね。はい。そしてステアリングは先ほど触れたちょっとそのマットのカーボンの。はい。これいいっすね。いや、かっこいいですよね。でこのアルカンかな、スウェード状のやつだと使用感気になりますけど、まだ全然ケバケバしてる感じの、全く気になりません。でこの辺なんかもマットのカーボンになってて、あとはこの辺はオーディオの必要最低限の操作っていう感じですかね。そうですね。あとメーターの操作っていう感じになってます。あとドライブセレクトと、あとこれがダイナミックモードでしたっけ。そうです。あとマフラーの切り替えと、スタートストップ。ただパドルはこれおそらく前オーナー様が後付けされたものじゃないかなと思うんですけど、操作はすごくしやすいです。大きくなってるんで。ただちょっとこのグロスが僕ちょっと気になってしまいました。ああ、どうせだったらね。そうですね。マットカーボンの方がね、内装全部カーボンがマットなんで、ここもちょっとマットにしたかったなっていう。そうだね。せっかく光らないカーボンになってるからね。そうなんですよね。内装のこのマットカーボンってその反射を多分防ぐためにおそらくなってんじゃないかなと思うんで、この辺ちょっと確かマットクリア吹けばなりますよね。あ、なりますね。なんて適当なこと言ってできなかったらあれなんですけど、僕の勝手な想像としてはやりたいです。そしてメーターはちょっとオンにしましょうか。はい、こんな感じで液晶の真ん中に大きくスケールが出るタイプのこんな感じになっております。この辺もいい意味で、他のアウディモデルをちょっとこう彷彿させるというか。そうですね。はい。なんかこのモデルだけなんか特殊な感じっていうのがなく、すごく視認性もいいし、受け入れやすい感じがします。安心ですよね。します。はい。そしてこの周りもカーボンになってるんですね。はい、そうです。でこのメーターフードの上はレザー。レザー。あとはこのドアと同じ。そう。はい。この素材になってると、で全体的にかなり反射が抑えられてますし、あとは視界はかなりいいです。かなりいいよねこれね。ルーフのこの低さとフロントガラスの傾斜を感じますけど、かなりいいですね。で高さもなんかちょうどいいですね。ちょうどいいです。こうなっちゃう感じですね。そうなんだろうね。こうなんかこう高さがちょうどいいね。ダッシュパネルが低いのかな。だからアイポイントがすごくなんかこう落ち着いた感じっていうんですか。姿勢をこういちいち変えなくてもみたいなね。僕裏から乗るとこうなっちゃうんですよ。こうなっちゃうんですよ。なるほどなるほど。出ちゃうんですここから。かっこ悪い。座高が高すぎて。だから同じ兄弟車のはずなのに、なんかちゃんとこう視点が言ったらこう乗用車ライクって言ったらですけど、普通のなんかクーペ運転してるんじゃないかっていうぐらい。そうですね。かなり自然なポジション、そしてこの辺なんかもカーボンになってたりとか、あとエアコン周りもなんかちょっとわかんないですよ。なんか見たことある、そうだから何このデザイン形パネルのデザインは違いますけど、使ってるスイッチ類は多分共通してるじゃないかなっていうふうな雰囲気で、配置というか、配置もそうですね。雰囲気がやっぱり他のモデルに近い。これはだからすごく評価分かれると思いますけど、僕はすごくいいと思いました。僕も、はい、すごくこれをスーパースポーツのこのシルエットの車にできるってのは、なかなかチャレンジングじゃないですか。そう、いやでももっと言ってしまうと、スーパーカーとかいろいろこう運転に集中しなくちゃいけないとか、足回りが硬くてこうハンドル結構しっかり持ってなくちゃいけないとか、集中しなくちゃいけない時になんとなくこうスイッチを触りたい時に分かりやすい方がいいですよ。多分その演出が良かれの時もありますけど、ね、もちろんありますけど、でも普通に走り始めちゃうとやっぱり使い勝手って大事じゃないですか。確かに、まあ、どっちを選ぶかはオーラ様次第ですけど、本当にランボと真逆言ってますよね。真逆だよね。ランボってなんかその儀式を楽しむじゃないけど、特別感を楽しむ配置じゃないですか。使い勝手よりかも非日常だからね、演出が。これめちゃめちゃこう日常を考えられて作られてますよ。でここが蓋付きの、これ一応ドリンクホルダーじゃなくて小物入れですね。そう小物入れになってます。ここがねで USB が2系統と AUX、 あとシガーが一応あります。結構容量もあるんで大きいですよ。ちょっとしたものなら入れておけるかなと。でこんな感じで蓋もできちゃうと。でここも本当にもう例の光景です。ですね。はい、はい、完全に、はい、何にも戸惑わないです。うん、もっと言ったらもうこっちなんかもまんま一緒です。はい、はい、最高です。最高ですね。はい、安心です。そして、これが、うん、開けるとドリンクホルダー。はい。これはちょっと物申していいですか。いいですよ。もうちょっとどうにかしようがなかったのかな。いや、僕もどうにかしてほしいなと思います。どうしてここにドリンクホルダーなんだろうと思います。そうですね。はい。これちょっと置いたら邪魔になっちゃいますよね。なりますし、取るときにこっちで取る、それともこう取るってなっちゃうじゃないですか。なりますよね。はい。ちょっとこの辺はちょっと違うかなみたいな。実用性はない。ただこれ蓋をしたのはさすがだなと思いました。そこはね。はい。これそのまんまむき出しだと。ビジュアル的に残念です。ちょっとこのスタイリングだとありえないじゃないですか。ありえないですね。これはちょっと妥協っていうか、そのいいとこ取った結果、まあ致し方ないのかなと、そういうふうに勝手に僕は解釈しました。そして後ろもこれおなじみのものがおなじみです。はい、ついております。いいですね。使いやすそうです。そして後ろにスペース少しだけあって、これ良くないですかね。これあるのとないのじゃだいぶ違う。全然違いますよ。はい、だってコート置けるし、バッグ置けるし、この手のツーシーターは絶対あってありがたいです。本当にわずかなスペースですけども、ちょっとしたスペースがあると、ね、でリアの視界は、やっぱりこうもうスーパーなんで、はい、スーパーです。スーパーですね。そうは言ってもでも悪くないよね。そうですね、まあ、ウイングだったりとかっていうのはないんで、はい、まあそんな中でも割と見える本なのかなっていう気がします。はい、であとは足元先行っていいですか。どうぞ。ペダルこんな感じでしたっけ。どういうことって、いやもっとなんか自然なイメージだったんですけど、今日改めて乗ったらめっちゃこれセンターに寄ってますね。寄ってますよ。あれそんなイメージですよ僕。あ、本当ですか。はい。僕なんか前乗ったとそんな同じことしたらもう大変恐縮なんですけど。あれもしかしてそれ左ハンドルなんじゃないの？右だった。あれどっちかな。あ、それでもだいぶ違いますよね。だいぶ違いますね。R8は。でまあタイヤがもうここにあるんで、まあ仕方ないというか。そう、しょうがないですよね。こればっかりは。感じはしますけど、もう。ステアリングのセンターよりだいぶ左にブレーキ、本来だったら多分ブレーキこの辺乗用車だったら普通、はい、がこんな感じでついてる、はい、でアクセルペダル もうだいぶこっちとペダル1本分ぐらい、そうですね、感じがします。ただまあこの辺は慣れなのかなと思いますよ。はい、でそんなに狭くは、まあ、広くもないですけど、広くもないですけど、はい、車の形的には十分しょうがないかなと思います。はい、こんなレイアウトになってございます。はい、そして上行きましょうか。はい、あ、上行く前にレーダー探知機も今回の車、しっかりついてると。ついてますよ。はい、そして上が、はい、アルカンターラですかね。そうですね、アルカンスウェード調の生地になってて、これ天井良くないですか。あれがいいんですよ。これね、本当言われ、僕気がつかない人は気がつかないかもしれないですけど、はい、気がつくとおおと思うんですよ。これここから下はこんなしれっとこう、はい、はい、やっといたのに、天井はこのダイヤモンドステッチの。しかも左右に分かれたこのデザイン、かっこいいですよね。いいですね。おしゃれだし高級感あるし、これあえてファブリックにしてこないところはちょっと憎いですね。憎いです。ほぼ見えないのにこんな感じの仕上がりになってます。であとはグローブボックスの中が意外に深い。そうなんですよ。で意外とほらなんか最近ってこういうグローブボックスが多いんですけど、ちゃんと縦にこういってる、なんていうのかな、そう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 、蓋側に収納する感じじゃなくて、あ、じゃないですよね。ちゃんとこっち側に、ダッシュボードの中にしまって、はい、蓋をするっていうか。そうですそうです。で ETC もそこについてる。ここについてます。ただおそらくなんですけど、僕背ちっちゃいし腕短いんで、なんかやるときにすごく遠いです。まあ運転中に何かやることもないんですけど、なんかこうそのぐらいちょっと奥から物を出す感じですね。ですね。はい、こんな感じになっております。じゃあ続いてエンジンルーム。もうエンジンルームもこちらももう唯一無二の存在に。まあ一応裏側カウントすると2車種、そうだね、積まれてますけども、V10がもうそもそもそうなんですよ。もう V12より先に絶滅しそうじゃないですか。はい。そしてスペック的なものでいうと 5.2 リッター、もうこれおなじみですけど、馬力の方がプラスじゃない方なんで540馬力、それに組み合わせるミッションが7速オートマ、で一応あとはエンジンの特徴としては FSI ポート噴射のインジェクションと、あと MPI シリンダーの直噴の方、両方ついてるみたいですね。両方ついてるんだね。で細かく緻密に制御してると。でなおかつもうこの何なのにシリンダーオンデマンドもついてて、環境を考えてやってるのか、その燃費を考えてやってるのか分からないですけど、なんかちょっとその辺もなんからしいなって。だったら V10 って言ったらもう V10 しかない出ない音があるじゃないですか。そうですね。 V8 でもない V12 でもない、5気筒で雰囲気を味わうんじゃなくて、この V10 で本物の音を聞くっていう、はい、今日それができますんで、はい、ちょっとこの後乗って聞いてみたいと思います。で、はい、エンジンルームがやっぱりかっこいいですね。かっこいいです。この手の車ってやっぱり見せる部分重要じゃないですか。ですね。はい、はい、車内が割とこうシンプルにまとまってる分、なんかちょっとエンジンルームのこの気合がちょっと見て取れるなって。そうですね。もう全部カーボンで、はい、はい、でこの補強と、はい、やっぱりこの辺はちょっと後世に残しておきたい車なんじゃないかなと、はい、思います。はい、じゃあ続いて、はい、前のトランクを見てみたいと思います。一応こんな感じで、これ狭くないですか。四駆ですからね。なるほど。はい。その辺のシステムがあるんで、結構こう、そうですね。こう張り出してるイメージありますよね。はい。はい。なんでちょっと正直トランクはボストンバッグ1個プラスアルファぐらいなんですかね。ぐらいですね。はい。はい。まあ深さはありますけども、かなり絞られちゃう。でもその中でもちゃんとここまでしっかり取ってあったりとか。はい。割と工夫は考えてはいますよね。見て取れますよね。だって言ったらもうここしか取れないんだから、ここだけでもいいところをこう取ってあるっていうことは、はい、割と工夫はされてるのかな。あとこの中にあるこのバッグが一応パンク修理キットと工具が入ってる感じになります。続いて天井周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ポイントとしては、はい、一応4駆のシステムがビスカス式から電子制御の油圧多板に切り替わってるらしいです。前方と今方で、はい、あ、そうなんだ。なんでちょっとその辺が大きく違う、はい、先代モデルと現行モデルで、はい、あと一応理論上では1000100、はい、までいけちゃうということで、まあ、多分そこまで極端な制御は多分ないと思うんですけど、まあ、一応理論上はそういうふうにできるシステムらしいです。はい、はい。で、あと加速時 25%、 減速時 45%、 ロッキングアクター、ロッキングファクター、自分で書いといて何ていうのかな。 LSD だね。 LSD です。はい。加速時 25%、 減速時 45% 効くような LSD が、はい、なってるみたいです。はい、その辺ですかね。はい、はい。あとはちょっとこれだけ車高下げちゃってるんで、ちょっとマグネティックライドがどこまで有効かちょっと謎ですけど、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。うわー、ちょっとこのいい意味でですよ、いい意味でこのシフトで、このスタイル、ちょっと違和感というか、おおそうなんだって、でもなんかこれ安心じゃない？安心です。入れやすくて、はい。なんかスーパースポーツってどうしてもやっぱりちょっと作法を、まあ、フェラーリにしろランボルギーニにしろ、はい、とにかくもうステアリングでやることも多いし、はい、確かにこれそのまんまっすね。そうだね。言ったら本当にアウディの他のモデルから全然こう違和感なく、違和感ない、はい、乗れちゃいます。ただ視界とこの車に体に伝わってくるものが、はい、孫うことなきスーパースポーツなんで、はい、新しいですね。で、ペペダルは中で乗った時少しこっち向いてるかなと思ったんですけど、うん、走り出せばそんなに違和感ないですか？違和感はないです、うん、ただブレーキはやっぱり割と左には感じますね。フットレストアクセルは別にすぐこう修正が効きます、うん、まあ、ブレーキ効く、うん、レベル5交差点取り締まりエリアです。そしてですね、今モードは何になってますか？ダイナミックな、ダイナミックになってますね、はい。この付近中期重点エリアです。ちょっとコンフォートから行っていいですか？うん、はい。え？あれ？どうしたの？高級車みたいになってたわけ。はい、スポーツクーペになりましたね。ああ、いい。めっちゃ静かになりますね。めっちゃ静かだねこれ。やっぱりマフラーの音って走ってこうエンジン負荷かかってる時と、うん、走ってる時全然音違いますよね。本当だね。まあ、加速騒音が取り入れられたのもなんとなく分かっちゃいます。はい、確かに。はい、ここはどうしましょう？ダイナミックで説明していいですか？ですね。はい。ちょっとダイナミックで。4駆だし。いや、足も結構違いますね。違いはね、変わるね。はい、うんうんうん。あからさまだわ。ではちょっと、はい、4駆の加速を。はい。おお、こんな濡れた路面でこんなに行くの？早いんですけど。接地感全く抜けないですね。今ねこう走り始め後ろがいい感じでスライドしてるんだけど、あの時ちゃんとあれだね、デブ効いてたね。今全然車が綺麗だったね。うん、四輪の接地感が僕でも分かるぐらい全く抜けないですね。うん、いいわこれ、いいわ。ですね、うん、いつもなんかこう先入観から入って、うん、乗りづらそうだなって思って、うん、意外にあめちゃめちゃ乗りやすいっていう車多いんですけど、はい、そうじゃなくてなんかこう なんて言いますかね、土方さんには全然違うよって言われちゃうかもしれないですけど、うん、あのマクラーレン乗った時みたいなああいうなんかちょっとこう、うん、設置感とゲームっぽさがあります。僕はそう言うんだろうなと思ってました。なぜなら、あの助手席に乗っててもマクラーレンに乗ってる感覚があります。ちょっとありますよね。ありますあります。いやもちろんそのなんかハンドルスタートとか接地感とか雰囲気とか全然違うんですけど、なんかもうこう本当にゲームぐらい簡単に運転できる、簡単に車が動いてる感じをすごく、いやわかります。感じます。全然違いますよ。なんかもうレイアウトこそミッドで一緒ですけど、後ろ書いてるしエンジンも違うし、全く違うんですけど、なんかこの地面に張り付いてる感じと、なんか本当に車が簡単に動かせちゃう感じ、ステアリングフィールなんかもう全く別物ですね。はい、あのマクラーレンみたいにちょっと切ったらちょっと動く感じじゃなくて、言ったらもう本当に乗用車ライクというか、そうですね、多少こう遊びあるし、マクラーレンこれやったらもうこう動いちゃうじゃないですか。そう、確かに。なんかハンドリングっていうと、なんか僕の中ではやっぱりこうなんていうのかな、 GT3 とか、その雰囲気があるんですよ。ああ、うん、極端すぎない、どっかにこう市販車がちゃんと見えてる感じ、ね、あ、そういう感じですね。そんなイメージです。はい。でなんかこう足の動きとかお尻に伝わってくる振動ってまさにマクラーレンと同じですね。うん、そう思わない？なんかお尻に伝わってくる振動ってここの感じは一緒っすね。あ、そうですよね。お尻でなんか車の動きをこう、そう、分かる感じ、分かりながらこう運転して車を動かす、うん、そうですそうです。これは本当に運転しやすいっていうと毎回同じコメントになっちゃうんですけど、うん、そういう意味ですごく運転しやすいです、うん、良くも悪くもどちらにしても表向きのそのビジュアルから運転した時のフィーリングってこう期待を裏切られるね。そうですね、そうですね、うん、そう、外見こうインパクトありますからね。そう、乗ると本当にこういい意味ですごく乗用車だから、アウディのちゃんとこう他の市販車、うん、はい、がちゃんと見えてくるというか。そうですね。なんかこの個体で言うと、はい、まあ、何回も言いますけどボンドグループとして小モデルとして作ったので、はい、ある程度インパクトというかこうね、出すためにもいろいろこうグロスブラックにしたじゃないですか結果的に、はいはい、ただその時はね、ラッピングされてたんでボディカラーは違う色だったんで、はい、で今回は今ボディカラー黒に戻してるから真っ黒になっちゃってるんですけど、はい、また次のオーナーさんの趣味で、あ、そうですね、そうそこは触っていただいても、そうですそうです、はい、なんかこう、あ、コーナー行きましょうか。ああ、もう当たり前にいいですね。ああ、もうオンザレールですね、はい、これ動画後で見返すと、うん、こう修正弾入ってる車か、うん、はい、ピタッと曲がってる車かってこう編集しながら自分で分かるんですよね、はい、ああそうだったそうだったって、うん、感覚こう思い出した、うん、だから次のオーナー様に買っていただく方がねいらっしゃれば、はい、何かこう例えばグリル周りを例えばフレームねサテンシルバーにするとか、なんかこうでキャリパーの色を変えるとか、はい、っていう風にちょっとのカスタマイズで面白くいじれると思うので、ね、うん、なんかこういろいろ考えていただければいいかなと思います。もうそれこそボディフルラッピングで、ああいいですね。ねえねえ、はいはい、全くオリジナルでない色にしてしちゃってもいいし、確かにホイールがこれだけまあ楽しいホイールが入ってるので、はい、なんかどっちでも転がるのかなみたいな走り思考でも。でもすごく極端に言えばそのホイールだって塗っちゃってもいいわけですよね、うん、そうですそうです、はい、全然ありなんで真っ黒黒のある、はい、うん、まあこれから楽しめるんじゃないかなね。でまた僕思うんですけど、うん、R8 ってもうずば抜けてお買い得じゃないですか、うん、本当だよね。この今時期のこのスーパーカーの異常ともいえる値上がりに唯一そんなにこう極端な動きがないじゃないですか、うん、R8 って、うんうんうん、もうそれもあるし、なんかこの車の作りとついてるものと考えたら、うん、今の市場価格ってめっちゃお買い得だなと思って、いやものすごくバリューな感じしますよ。で言ってもエンジン V.5.2 ですからね、はい、はい、もう存分に味わえるんで、ウラカン熱はすごく加熱してるなっていう、うん、やっぱりだから市場が求めてるのって、うん、非日常だったりとか、はい、特別感だったりだとか、そうですね、だなっていうのはすごく感じておりますよね、うん、ただ同じこう4駆の、うん、はい、V10 積んでるモデルが、うん、この価格でっていうのはねえ。でこれまたちょっとその何ていうんですか、うん、日常に乗れるっていうのよくないですか。いいよね。僕今日ちょっとここまで乗ってきて思ったんですけど、やっぱりこの想像通り、うん、スーツで乗れますよこれ、うん、今日僕革靴ですけど、うん、革靴で普通に乗れちゃうんですもん、うん、だからもうステアリングも、うん、グローブいらないよねっていう、うん、はい、もうドアもだから横に開いて正解な気がしますこの車は。そうだね、はい、うん、まあ、ガイルドもガイルドじゃない、裏側も横開きですけど、うん、でだってこのモードでこんなにオンオフできるわけですよ、うん、うん、超静か、笑っちゃうよ俺、笑っちゃうぐらいもう何これ、はい、視界とこのシートポジション以外は、うん、いい意味でですよ、うん、本当に TT ですね。本当だね、はい、確かにめっちゃいい、めっちゃいい、すごいいいよね。あ、なんか僕リアルに欲しくなってくるねこれ。これいいっすよね、うん、乗ってらっしゃる方ってハマってしまうと結構距離も乗るし年数も長く乗るんですよ R8 って。なんか分かりますね。これ1台で全てを賄おうとは思わないですけど、でもなんかいざとなったらそれができてしまうような気がしなくもないです。車好きな人がなんか乗りそうな感じがしますね。そうですね、うん、なんかある意味玄人好みかもしれないです。確かに、うん、いやこれ選べる人って結構余裕がある人か上級者か、うん、そうですね、うん、確かにちょっとコンフォートでコーナー突然しますけど、はい、コンフォートでコーナー入ってっても全然ですよ。全然だね、はい、うん、パドルはそんな速くないですけど、うん、うん、だってこのベタベタの車高内の乗り心地全然いいし、ちょうどね、うん、バルブ閉めたら調子ですから、はい、なんかもっと跳ねて揺れてね、胃に響いてくるのかなと思ったら全然普通だね。段差とかも全然普通です、うん、あ、なんかコンフォートモードなんかすいません、つまんないです普通すぎて。それぐらいすごいよね。普通だね。普通だね。これ助手席の方爆睡できるよ。寝てきますね。うんでこれでバルブ開けると、うん、いいね。すげえいいね。これすごいの作りましたね、本当に。今更ながら悪いとってすごいな。悪いとめっちゃお買い得するもんね。めっちゃお買い得。だって1400万だの1500万だのっていう相場だよ。わあ、スタイリングでやばいね。ただやっぱり駐車場とそういうのを選ぶんで。そうだね。アウディの他のスポーツモデルみたいにこうそんなにガンガン使えるかっていうと、うん、まあちょっとその辺は考える必要あるかもしれないですけど、うん、これ多分どこでも走れますね。ね、高速走ってもいいし、うん、あと荷物詰めないぐらいですか。そう。でもさ、なんとなくこうこういう後ろの置くスペース、はい、ね、ベンツの SL みたいにコートバッグが置けて、小物入れがないんだな、ここにしか。ああ、確かに。うん、ちょっとお財布置くのもちょっと困っちゃうぐらい。そうだね。はい、この中に入れるとかなっちゃうのかな。そうですよね。うん、ここ携帯ぐらいだ、ね、そうそう、携帯置いとくっていう感じだもんね。これは乗りやすい。あと思ったんですけど、ね、ステアリングフィールってめっちゃ重要っすね。うん、うん、めっちゃ重要、うん、結構だから遊びあるんですよ。はい、はい、これがすごい乗りやすい。いいですね。すごい乗りやすいし、距離乗っても全然こう、うん、気張らないから疲れないです。そうだね。結構だからフェラーリとか、うん、フェラーリそうでもないかもしれないですけど、うん、僕はランボとか乗せていただくと、うん、もうすごい疲れるんですよ、うん、シートが合わないっていうの、その、うん、何回も動画で言ってるんですけど、うん、それもあるし、うん、なんかこう走らせるのにこうすごく神経を使うというか、うん、なんか車の動きをちょっとちゃんと感じながらじゃないとあれかなと思うんですけど。うん、ちゃんと市販車の頂点に位置づけるようにメーカーが考えてるんだね。そうですね。何にもないとこからスーパースポーツじゃなくて、ちゃんとこうアウディのラインナップの頂点って感じですね。そうですね。そうだね。そういう感じです。だから疲れちゃいけないだろうし、でも楽しめなきゃいけないしっていう。だからちゃんとダイナミックにすればそれなりの演出もついてくるし。うん。はい、だからこのシフトレバー。はい。で当然昨今のスーパースポーツはボタン式だったりとかっていうんで、はい、やっぱり迷っちゃったりするじゃないですか。確かに変えるならパドルでやっとくしかないとか。なんかこれってめっちゃ評価分かれると思うんですよ、うん、このスタイリングでこれなのみたいなね、うん、で中で撮った時も見ましたけど、だから NSX をまさに思い出しました、ね、はい、NSX まさにこういうシフトじゃないですか、ね、はい。しかも他の車種と確か一緒じゃなかったかな、うん、そんなに大きく形違わないですよね、うん、変わらないです、そんなに。で、この辺のパネルの表記全部一緒なんで、初代NA1、NA2、うん、あの辺の NSX をすっごく思い出しましたね、うん、はい。いや、僕はものすごく好感持てます。これはいいですよ、うん、お買い得ですね、うん、使ってこそのスーパーカー的な感じなのかな。そうですね。このアウディの考え方はね、車だから使ってこそ乗ってこそみたいな、うん、ダッシュボードももうちょっと光るのかなと思ったら意外と光らないね。そうですね。こんなに日当たっててもいいね。うん、ダッシュボード重要っすよね。重要だね。特にこう傾斜がついてるフロントガラスだと反射すごく気になるじゃないですか、うん、すが、うん、はい、ね、はい、視界も全然いいし、うん、はい、運転しやすいっす、うん、いやいいな、なんかこれもうちょっとこう自分が販売してる車でこんなこと言うのもなんだけど、もうちょっと色気を出したいですね。あどっかに差し色を入れるとかなんかしたいな。そしたらすごい映えると思うんだよな。どこですか？どこだろう。でもちょっとっすよね。ちょっとこれでド派手にしちゃダメです、ね、ああダメダメ、はい、トンチンカンになっちゃうんで、はい、僕がやるとすればこうさっきも言ったように、はい、グリルのフレーム周りをちょっと濃いめのガンメタにしちゃうとか、ドアモールとかちょっとずつ刺してみるとかで、なかったらド派手じゃない色でフルラッピングしちゃうとか、どっちかかな。キャリパーの色は例えばこの黒系で乗るんだったら、僕だったらキャリパーの色はやっぱり黒ですかね。ああいいですね。うん、ガンメタとかですか？そうですね、はい、取れてたら、音が取れてたら嬉しいです。うん、なんかさ、当然なんだけどさ、NA だからこの吸気音がちゃんとそうですね、こうっていうのが入ってくるじゃない。これがいいよね。そう、ダービーについて排気の音は排気の音って結構言われてますけど、吸気の音めっちゃ重要ですよね。いや重要だよね。だレクサスなんかは結構その吸気、LCA なんかも、なんかその LFA の吸気のシステム。うん取り入れて音演出してたりとか、うん、あなんかそれすごく大事だよね。なんか結局さ、なんていうの、こうヤングタイマー的な、はい、ちょっと前のクラシックカーで特に国産で直6とか積んでたりすると、やっぱりキャブの吸気音が最高に良かったりするじゃないですか。それが純正の SU ツインでもソレックスだとしてもね、吸い込む音ですよね。そう、吸い込む音が、吸い込む音となんかこうそれに乗じてこうカムに乗ってくるような音がしてくるので、やっぱりメカニカルノイズって大事だよね。ノイズというか、はい、そんな土方さんにちょっと帰ったら、フェラーリ、エンジンスタートサウンドコンピレーションみたいな動画があるんですよ。それ見てください。いいよ。大昔のフェラーリから現代のフェラーリ、めちゃめちゃもう前半どこまでとは言わないですけど、うん、前半めちゃめちゃいい音するんですよ。本当。そういうちょっとこの五感に訴えかける部分ですごく重要だなって、うん、これすごくあるなっていう感じしますね。すごいよね。すっごいあります。なんかさ、はい、わかんない人はわからないんだろうけど、はい、なんか配管の組んだキャブシャンみたいなエンジン音じゃない。だからそれがすごい。すごくいいです。僕心地よいというか気持ちいいというか、うん、音は重要ですよね、うん、クオンクオンいうこの雰囲気がいいですね。エンジン音がいいです。某漫画でもありましたよね。なんかその音を求めてマフラーを作りに行くみたいな回が、うん、知ってます？知らないです。漫画ミッドライトです。あ、そうなんだ。うん、その性能は決して高くない、うん、もう言ったらコップで言ったら、うん、優秀な高性能のマフラーって、うん、例えばコップで言ったらその必要な水が十分入るサイズのコップ、うん、はい、マフラーコップだとしたら、うん、でその音がめちゃめちゃいいマフラー、うん、まあその漫画に出てきたやつなんですけど、うん、もう言ったらなんかそのもうコップにその水入れたら溢れるぐらいの能力しかない、うん、なんだ表面張力ちょっとギリギリ浮いてるか浮いてないかぐらいみたいな。うん、音がめちゃめちゃいい、うん、でやっぱり音ってその、うん、ドライバーの五感に訴えかけるんで、うん、その車を動かすその気持ちにだいぶ影響してくるっていう、うん、で速く走らせたり気持ちよく走らせたりするっていうのは、うん、その性能動向よりかもやっぱり音の方が重要かもしれない、うん、そうだね。それはあるね。いやー、いいな。欲しくなっちゃった。これでもちょっと思うんですけど、うん、この格好じゃなかったですね。いや乗れるんですよ。乗れちゃうんですよ、うん、乗れちゃうんですよ、うん、なんかもうちょっとちゃんとこうちゃんとした格好で乗りたいなと。そうすごく、はい、うん、どんななんか何でもいいんじゃないの。すごくなんかフォーマルな感じを感じました。あ、そう、僕はオールラウンダーだなと思って。車はオールラウンダーですよね。そうカジュアルでも。でただこのビジュアルなんでやっぱり多少視線も感じるじゃないですか。確かにね。だから見た人にちょっとおかっこいいなってちょっと思えたり。こんな車だから乗ってる人の服装見えねえし。見えないですかね。見えないよ。だってここまで来ちゃってんだよ、首のところまで。もうレバーとかもだからこれ正解な気がします。なんかそうだね、うん、なんかさ今ふとよく見たらこの視界がちゃんいいね。いいんですよ、いいんですよ。そうなんですよ、ね、唯一だからそのここが見えないぐらい、ブラインドのこっちが見えないぐらいです、うん、左右のこう後ろ、うんうん、B ピラーのところはちょっと見えない、うん、車線変更はちょっとこう、うん、ゆとりを持って気をつけないと、うん、視界がちょっと多いかなって、うん、ただ進行方向に対しての視界めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいいよね、はい、窮屈感圧迫感がないから。いや今ゲレンデ抜かされたじゃないですか、うん、ゲレンデが隣走って、うん、とんでもなく低い乗り物に乗ってんだなっていうのを再確認しましたね。踏まれちゃいそうだね、はい、だから国産車のこういう車と隣に乗って初めてなんかあこんな低い乗り物乗ってたんだって、うん、そのぐらい忘れちゃうぐらい、うん、なんかもう普通に乗れちゃいます。そうだね。なんかさ市場評価低いね。低いっすよね。低い低い。だから今買いだよ。絶対買いっすよね。うん。だってこの組み合わせでそんなに今後バンバン値下がりして安くなるような車には思えないんで。で絶対作れないじゃないですか。もう作れない。うん。ただ今のスーパーカーの値上がりっていうのも僕ちょっと納得なんですよ。うん。はい。やっぱり特別感みんな求めるし、うん、はい、分かるよ、はい、1000万超えるんだったらやっぱりちょっと、うん、まあ派手っては言い方あれですけど、うん、ちょっとその芸術的な、うん、はい、ちょっと目立つ方がいいよねっていう気持ちも分かります、うん、だからめちゃめちゃ真面目に作った結果、うん、ちょっとこう玄人受けしかしなかったみたいな。そうだね、でもなんか R8 って毎回その最初の初期型もそうですけど、はい、やっぱり乗るとこう安心だし楽しいですよ、うん、そうですね。運転する楽しさものすごくあります、ね、いやあるよね。ありますあります、うん、いやこれいい車だな、うん、助手席乗ってるとめっちゃ非日常だもん。だって視界が、うん、ベタベタに低いし。でも高速ブーッと走るとそんな感じなくないですかね。ないね。忘れちゃいますよね、うん、なんかこんな特殊な車乗ってるの。本当だね、うん、こうやって周りの建物と周りの車を改めて見るとねさらに感じるというか視点引くみたいな。すごいなと思って、うん、これ買いでしょ。これいいっすね、うん、もうちょっと車高上げて、うん、もうちょろちょろっといじって。そうだね、うん、あとそうだな、僕だったらロベルタつけるかな。ああそうっすね、うん、やっぱりこういうスーパースポーツリフトあると全然使い勝手違いますよね、うん、そうなんですよ。ここちょっとここっていう時気になる時にシュッと上がってくれると、いやなおさら気使いたくないです。そうだよね、はい、うん、こんなにいい車だからね、はい、普通にああなんてやりたくないですよね、車だと。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、V10 めちゃめちゃいい音してましたね。最高ですね。はい。もうなんか普通に毎日日常に乗れそうな感じなのに、こう音はちゃんと非日常を味わえると。ね、楽しいですねこれは。でバルブ閉じればフォーマルにも使えますから。本当ですよ。はい。最高です。こんな車をご紹介させていただいたんですけども、ちょっと仕様変更なんかもご希望があれば、もちろん、はい、キャリパーの色だったりとか、そうですね、はい、車高を上げたりとかいろいろできますんで、ぜひ土方さんにご相談ください。というわけで今回は Audi R8 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。